こんばんは、くしゃんとまおです。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、バーイクマロノスタンに行ってまいりました。行ってきました。はい早速ね、はい、我々が選んだ靴を開封して紹介していきたいと思います、はい、あと動画の最後で僕とまおくんのね、この選んだ靴のコーデなんかをそれぞれ紹介していきたいと思います、はい、まだ前編のね、バーイクマロノスタンさんでもう我々があのガチ試着している、はいはい、試着しまくっている動画をね、ご覧になられてないっていう方はぜひそちらもご覧いただければと思います、はい、じゃあ早速開封してみましょうか。はい、じゃあ私から、はい、いきますね。はい、じゃあちょっと出していきましょうか。はい、シューホーンがついていくんですよね、はい、これ普通に嬉しいです ね。こういう、あ、これは靴を入れる袋ですね。はい、はい、こちらです。はい、はい、いや予想外でしたね、はい、前半のね動画を見ていただいている方でしたら、はい、まあでしょうねというあの感じだと思いますいやでもかかっこいいですよね。本当かっこいいですよね、はい、これね、はい、そこまで詳しくない僕でも、うん、あのバーウィックのタッセルローファーっていうの知ってましたですよね、はい、こちらあのバーウィック人気ナンバーワンの8491というモデルですね、はい、お色は黒を選びました、はい、あのジャケ版とかセットアップに合わせるドレスライクな靴がずっと欲しかったんで、まあ、こちらを選びました。もちろんね、そういったビジネスだけじゃなくて、まあ、昨今カジュアルでタッセルローファーを合わせることが市民権を得てきている印象ですので、まあ、オンオフどちらでも使用できるかと思います、はい、クッシャンがあの試着した時もバチッと決まってて、ね、ジャケパンスタイルにはこれだなと思いましたですよね。でこの丸すぎずシャープすぎず、この美しいシルエットだなと思いますね。でアッパー部分はフランスの名門タンナー、あのデプイ社のボックスカーフを使用しております、はい、日本人の足型を研究開発したゆとりのあるラストを採用しております。僕の足はちょっと幅が広かったり、まあローファーのサイズ選びはなかなか苦戦するんですけども、まあこれ結構ね幅もゆとりがありながらも高が抑えられてる感じでジャストでしたね。で6っていうサイズにしたんですけども、はい、まあ、すごいきついというわけでもないので、まあ、履いていくうちにソールが自分の足型に馴染むし、まあ、カーも伸びていくので、むしろこれぐらいのきつさならちょうどいいと思います。とはいえ痛いくらいきついのであれば、まあ、ワンサイズアップすることをお勧めいたします、はい、そしてソールですね、はい、イタリアのビブラム社のガムライトソールというものを使用していて、これがねすごい軽量なんですよ。このソールが革はしっかり分厚いのに、まあ、ソールのおかげで軽量化がされているっていう感じですね。で軽いだけでなくて、まあ、グリップ力にも優れていて、タイマモにも強い仕様となっております。ガシガシ使えるかなと思います、はい、こちらのコーデは後ほど紹介いたします、はい、その前にあのマオ君のあの方を開封しましょうか、はい、僕の番ですね、はい、多分予想外だと思いますよ。本当ですか。僕が選んだのはこちらです。5278というモデル、ロングウィングチップタイプのものですね。いいですね。お色はバーガンディを選びました。バーガンディ好きですね、マオ君。好きですね、はい。実際 U チップと結構迷いましたね。あー、迷いましたね、はい、あれも良かったですね、うん、4477でしたっけ。はい、こちらアッパー部分は高級紳士靴メーカーご用達の老舗タンナーピクーサ社のコーティングレザーを使用しております。まあこのマオ君コーティングレザーも好きですね、はい、そうですね、いっぱい持ってますね。お手入れも楽ですし、うんうんうん、まあ、これならあの雨でもガシガシ使用できるので、ついついコーティングレザーを選んでしまいますね。あとですね、このロングウィングチップというデザインですね、はい、まあ、比較的珍しめですが、まあ、昨今のビジネススタイルにもまあマッチするし、うん、コーティングレザーがコード版のような高級感と奥深さがあって、うん、まあ、ジーンズとかのカジュアルなボトムスとの相性も絶対いいですね、はい、実はですね、ちこちらも何ですか、何ですかこちらですね、はい、バーウィックオリジナルシューツリーです。いやこれめちゃめちゃかっこいいですよねこれかっこいいですよね、はい、バーウィックさんでは、はい、オリジナルシューツリーを推奨しております。シューツリーはあのあった方がいいのってたまにまあコメント欄とかで、まあ、ご質問、ね、結構ね来ますよね、来るんですけども、まあ、シューツリーの使用はシューズの変形を防いでくれるし、レザーへの負担を軽減することによって、はい、あのシワとかクラックの防止に効果的です。僕はまあシューツリー、まあ、たくさん持ってるんですけども、あのシダー製のものしか持ってなくて、はい、バーウィックオリジナルシューツリーは、はい、あのブナっていう素材を使用しているんですね、はい、より耐久性があってあの腐食にも強いそうです、うん、シューツリーって高いじゃないですか。そうですね、結構しますね、まあプラスチックとか、はい、もう100均とかで売ってるやつ、はい、プラスチックのやつとか、あと縦方向に、はい、まあ、シワを伸ばす縦方向だけのものとか、もちろんそういうものだと安いんですけども、まあ、フルでね、しかもこのブナっていう高級な素材で、はい、さらにブランドのオリジナルってなると普通あの1万円とか、そうですよね、1万円超えたりすると思うんですけども、はい、こちらのシューズリーですね、なんとあの3300円
プラスタックスです。これお値段聞いた時ほんとびっくりしました、ね、もうこんなこと言ったらなんですけど、うん、あのバーウィック以外の靴もこのシューツリーで揃えようかなって思いましたね。わかります、はい、もうほんとかっこいいですもんね。このロゴの部分とかめちゃめちゃかっこよくないですか、ね、いいですよね。このかっこいいですね、はいはい、バーウィックさんのホームページも購入できますので、探しているっていう方はねこちらおすすめです、はいはい、しかもサイズ展開がなんとこの1センチ刻みっていう、うん、すごい細かいね。あとですね、はい、何ですかベルトも紹介してください。はい、はい、じゃあですね、ちょっと動画の前編でちょっとだけ出てきたと思うんですけども、はい、こちらも手に入れちゃいました。バーウィックさんではベルトとシューズをこの同時に生産することで、はい、あのレザーの裁断ロス削減と生産効率の向上を実現しているようです。余った革を有効活用してベルトにしてるんですね。そうですよね。革質がねやっぱりいいですよ。やっぱこの靴とね同じ革なんで、はい、ちょっとねこう見比べたいんですけど、この僕がブランドを隠しましょうか普段あのスーツとかに使用している、はい、あの数万円するベルトレザーベルトなんですけども、こっちがバーウィックさんのベルトですね。これどうですか、普通に違いが分からないっていうか、はい、そうですね、まあ、むしろなんかこっちのバーウィックさんの方がちょっと分厚い感じがして、分厚くて革質がいい感じがしますよね。ちょっと近くでお見せしましょうか。こっちがあの僕が使用しているブランドのベルトですね。棒でこっちがバーウィックさんのベルトですね。やっぱりねいいですね、革質が。うん、本当に比較しても遜色ないというか、うん、むしろこちらがいいんじゃないかなって思うぐらいの、はい、こちらのベルトはですね、このタッセルローファーと同じ、はい、これと、はい、フランスのデュプイ社のボックスカーフを使用しております、はい。おいくらだと思います、これですか。はい、そうだな、1万5000円ですかまあ一緒に行きましたもんね、はい、そうですね5900円プラスタックスっていうね、はい、いやこれも値段見た時ビビりますね、はい、すごい良心的なお値段となっております、うん、ではお待ちかね、はい、コーデを考えていきましょうか、はい、まずはねこちらですね、はい、僕のこちらタッセルローファーに合わせたコーデを紹介いたします、はい、こちらですね、まあオーソドックスな、まあ、ジャケパンコーデになってるんですけど、はい、まあ、前までクッシャーのジャケパンコーデの時って、うん、コインローファーだったと思うんですけど、はいはい、こっちの方がかっこいいですよ。いやありがとうございます、はい、もう本当にもうコインローファーが好きなんで、うん、コインローファーばっかり買ってたんですけども、はい、正直タッセルローファーの方がこのスタイルにはまあバッチリハマってますね、うん、まだ持ってないんですけど、ミディアムグレーのスーツにこの靴とか、はい、ベージュのセットアップにこの靴とか合わせてみようかなと思いますね、はい、いいっすね。では次に僕のこの5278を使ったコーデを紹介します、はい、まずこちらです。こちらは僕ちょっとオフィスカジュアルを意識してコーデを組んでみました、うん、真央くんのね職場だと結構カジュアルな服でも大丈夫なんで、はい、これぐらいカジュアルなオフィススタイル、うん、はい、いいですよね。前までこの靴にトリッカーズのカントリーブーツがあったじゃないですか、はい、そうです ね、あれはちょっとカントリー色がちょっと強くなりすぎて、はい、もうちょっとやめた方がいいってずっと言ってたんですけど、もう次からこちらにお世話になるこのバーガンディのこのコーティングレザーの表情がエレガンスさを増していますよね、はい、でこちらの方がやっぱりね絶対いいですよ。しかもこのデザインがロングウィングチップっていう、まあやや無骨でねラギットなんで、まあ、真央くんらしさもあって非常にいいかなと思います、はい。でちょっともう一個ジーンズを使ったコーデも考えてみました。こちらです。はい。あ、いいですね。まあ、これはもうデニムオンデニムに合うのかっていうのをちょっとやってみたんですけど、うん、もうバッチリ合ってますよね。合ってますね。すごくかっこよくないですか。かっこいいです。やっぱこのね、はい、無骨なラギットなロングウィングチップがデニムオンデニムの相性ぴったりですね。はい、でやっぱりね、最初真央くんがそう僕に合う靴あるんですかと心配してましたが。はい、あってよかったですね。あってよかったです、本当に。むしろいっぱいありました全然普通にたくさんありましただからね、本当に真央くんみたいな、はい、まあ、ジーンズ、年中ジーンズでね、はい、カジュアルな方にも本当に、まあ、若い方とかにもね、おすすめですね。はい、いかがでしたでしょうか。これらのね、バーウィックの靴はスペインで、はい、まあ、その多くがグッドイヤーベルト製法で作られております、はい、長く履けますね。そうですね、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、まあ、この製法で作られたシューズは靴底が摩耗しても、はい、バーウィックオリジナルパーツでリペアが可能となっております、はい、バーウィックさんでは購入時の状態をできる限り再現する体制を整えているようで、長くシューズを使っていきます、はい、まあ、頻度とか使い方にもよりますけども、うん、まあ、
手入れとリペアを行えばもう5年10年と使っていただけるかと思います。僕知らなかったんですけど、はい、直営店でシューシャイナーによるトランクショーを毎週木曜日に開催していて、靴磨きなどのサービスを無料で行っているようですね、はい、いやこれは絶対行きましょう。行きたいですね。はい、まあ木曜日っていうのもいいですよね。あと1日頑張れば休みみたいなあ、そう、はい、金曜日はピカピカの靴で最終日挑んでっていう感じですね。あとホームページでもシューメンテナンスの方法を動画でご案内しておりました。まあ直営店に行けない人でもね、それを見て、ああ確かにそうですね、手入れとかができるってことですね。まあ、バーエクさんのホームページが10月にリニューアルされていたので、まあ、概要欄にホームページのリンク貼っておきますので、ご興味ある方はそちらもご覧ください。はい、ベルトに関してもそうなんですけど もう昨今全ての企業がサステナブルサステナブルと歌ってるじゃないですか。そうですね、もうめちゃめちゃ耳にするようになりました。そうですね、最近もうどこもサステナブルな素材がサステナブルな商品を作りましたみたいなね。で昔からまあバーニクさんはまあベルトでもそうですし、まあ昔からそういう取り組みを行っているんだなんてお邪魔した時に感じましたね。革製品好きな方だったらご存知だと思うんですけども、皮革って食肉副産物を有効活用した素材なんですね。たまにネットとかで見ていると、まあ、SDGs の観点から、はい、動物の皮を使用するなんて非人道的だみたいなネット記事とか、はい、書き込みとかあるじゃないですか。ありますね。けどレザーはまあ副産物なんですね。はい、食肉の。なのでエコでサスティブルな素材と言えますね。モデルの方とかね、昨今、はい、インフルエンサーの方々なんかが、はい、ビーガンレザーを推進したりして、ビーガンレザーね、はい、出ました、ね。まあ、全然ね、それはそれで本当に素晴らしい取り組みだと思うんですけども、はい、先ほども言ったようにベルトとシューズを同時に生産するであったりとか、長く使用してもらうための取り組みだったりとか、バービックはサスティナビティの取り組みとして、まあ、推進してるんですね。天然素材を活用するブランドとして、持続可能な生産と無駄のない資源活用を意識した取り組みを実施しております。まあ、人類全てがね、はい、牛を食べなくなったら、うん、まあ、それはもちろんビーガンレザーも ね、はい、もちろんいいと思いますし、僕もね皮は多分使わないと思います、はい、食べなくなったら、うん、はい、でもね美味しいじゃないですか。まあ牛肉そうですねやめられないですね。やめられないですね。はい、長くねリペアしながら大切に使う、これに尽きるかと思います。はい、このチャンネルでは他にも経年変化を一緒に楽しめるようなものを紹介しております。もし気に入っていただけましたら、左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてください。またいつもいいねコメントありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。